コロナニュースばかりで焦らされていますが、植松被告が死刑。あ、そうなんだ。ほう、僕は安楽死については賛成ですけども、日本で安楽死を認めるにはどうすればいいと思いますか。うん、無理じゃないですかね。結局その、あの、科学的な話とか合理的な話とか、あとその個人の自分の権利とか尊厳っていうのをあんまり日本人って理解 しづらいというか、できない人が多いんですよね。要するにその、自分の命の処理は自分で決めますよ、だって自分の命なんだからっていう、他人がどうこうする問題じゃないよねっていう感覚があるんですけど、その自殺は良くないよねっていうのが、まあそのキリスト教系なところで行く人もいるんですけど、ただそれがなんで悪いのかって説明できなくて、みんなが悪いって言ってるから悪いっていうのが結構多いんですよね。でそれが多数派なので、じゃあ安楽死認めるか認めないかというと、みんなが認めないって言ってるから認めないみたいな、っていう感じになっちゃうんじゃないかなと思います。